吉江さん、なんか今の私にね、すごく響く動画だったですね。とってもいい動画でした。なんか私もね、なんかね、今回の世界の騒動の中で日本という国は、まあ意図的になのか偶然なのか分かりませんけども、新しいね、秩序と言いますか、新秩序って言ったらまたね、危なっかしい表現になりますけども、なんかね、新しく生まれ変わるんじゃないかなと思うんですよ。海の前の苦しみというかね、悪く言えば、その今の政権っていうのは、ただ黙って見ておけば、弱者がね、ある程度間引きされて、いわゆるね、死んでしまって、いなくなってしまって、この国の秩序っていうのがさらにね、自分たちに有利に働くと思って、あえてね、のらりくらりと黙っているのかなっていう風な見え方もしますし、まあいい見方をすればね、いいのかどうか分かりませんけども、一生懸命やってこの程度の政権だったのかなと、我々国民の総決算がこれなのかなという風なね、見方もできるんですよ。まあどちらにしても私たちは目の前にあるもので勝負していくしかないですよね。今与えられている材料は少ないかもしれません。で、逆にですね、自分で作り出す材料はもっと少ないのかもしれないですよね。このいつも何かを与えられて、それをこなしていくと収入が得られたり、権利が与えられたりっていうものがあったと思います。義務を果たせば権利が生ずるみたいなね。でも、もしかしたら私たちは義務を果たして権利を自分たちで創造していく時代に入るのかなとかね、ちょっと深く考えるとまた気持ち悪いことになっちゃうんですけども、ちょっとね、今までお話したことをちょっとチャラにして、もう一回ね、改めて話させていただきたいんですけども、きっとですね、今もそうなんですけども、生きるか死ぬかみたいな状態の企業っていうのは確実にこれなくなっていくと思うんですよ。で、そこにもう偶然居合わせた社員の方で、そういう方も一緒に巻き添えになってしまうと思います。で、来月になったらもっとね、もっと深刻な問題が起きて、再来月にはもっとだと思います。で、おそらくこのもっともっと悪くなるが、私はね、10月ぐらいまでこのまま悪くなる一方で進むと思うんですよ。で、11月ぐらいから無風状態になって、あらゆるね、店舗とか企業が撤退した後に、さあ今度は誰がそこに名乗りを上げるかなっていう風な、そんな時期になると思うんですよね。なんか例えが適当じゃないかもしれませんけども、75年前広島に原子爆弾が落ちました。その他日本中あらゆる都市が焼け野原になりましたよね。焼け野原になった中でも、日本人がまたどっかにね、綱を張って、ここは俺の縄張りだっていう風に言い張って、広島の本通りとかもね、それから他の都市も言い出しっぺがその土地を抑えて、そこで事業活動したり商売を始めたりとか、まあいわゆる組織をね、作っていったわけなんですよね。なんかそれと似たような状況が来るのかなと思うんですよ。ただね、やっぱりすごく大きなダメージもあります。文化が分断される可能性があるんですよ。例えばね、見せ物小屋とか、見せ物小屋じゃないわ、寄席ってあるんですよね。寄席っていうのは芸人が集まって小さな小屋で芸をする、そういうふうな芝居小屋ですね。芝居小屋ですね。すみません。芝居小屋が日本にも何箇所かあるんですけども、そういうふうなところは多分今回のことで持たなくなって閉店すると思うんですよ。で、そうなったらどうなるかっていうと、多分もうその商売を継ぐ人がいなくなっちゃって、日本文化のある面をね、断たれていくと思うんですよ。今までの時代でもそういうふうにして過去から未来に伝えられなかったものって結構あると思うんですよね。で、私も古典芸能に関わるものとして、今ね、全てのステージがなくなりました。ステージがなくなれば稽古の数も減るんですよ。そしてこれを機会に辞めていく人もいます。で、これを機会に辞めていく会もあるんですよ。で、最近ね、浅草の、仲見世ですか、仲見世通り、あの辺も動画を送ってくださる方がいるんで拝見するんですけども、いやー、ひどいですね。あの中で何店舗が数ヶ月後、もしかしたら数年後、もう一回店を開けることができるんでしょうか。多分撤退を決めたところも多いと思いますし、倒産するところもあると思うんですよ。それは私の大好きなね、葛飾柴又と同じだと思います。日本全国の商店街とか、そういったね、有名な商店街ですね、商店街とかがなくなっていく、古式ゆかしい文化がこれを機会に失われていくということを見るのはね、非常に辛いんですけども、まあちょっと無理やり前向きに考えれば、そういうふうな伝統的な店がなくなったところで、未来に向かう新しいビジネスなりね、商売がそこに打ち立てられると思えば、
いやーでもそうは言ってもね、私もね、古めかしい日本が好きなんでね、辛いですね。今まで積み上げてきた歴史ある老舗がなくなっていくこととか、有名な旅館とかね、世界中で美しいとされてきた日本の文化や伝統や、そういった老舗のお店がね、もうなくなってしまうと。多分この騒動の後で、私たち日本人っていうのは、世界中から誰を呼び込めばいいんでしょうね。カジノなんてね、なくてもね、日本っていうのは美しい風景や、おもてなしのある旅館とかね、温泉とか、それから味わいのある昔から続く洋館のお店とか和菓子のお店とか、もう本当に創業100年200年みたいな店がいっぱいあったわけですよ。そういうところが人を呼んでくれてたんで、特にカジノは必要なかったと思うんですよね。でも今回そういうのがバタバタとなくなっていって、もうインバウンドなんて望めなくなるんじゃないかなと思うんですよ。でタイミングよくそこにね、カジノってものが乗っかってきたら、カジノで海外の人を呼ぼうみたいな最後のプッシュがなされてしまうのかなと思ったらね、この壮大な計画は何なんだと思っちゃいますけどね。まあちょっとね、いろいろと嫌なことを申し上げましたけども、結論ですね。私たちの何人かは今回の件でね、マーケットから去っていくでしょう。で、通常のビジネスの場でも多くの方は達成できずに去っていったわけですよ。今回はね、本当に根こそぎ去っていくと思います。でも私は生き残ります。吉谷さんもそうでしょう。生き残る人はいるはずです。その生き残った人が新しい時代を作っていくのかなと思うんですよ。そしてね、この億万長者合宿をご覧の、ここまで今回のね、私のね、鎮痛な動画をここまで見た方、メッセージがあります。あなたも一緒に行きませんか、次の時代に。ちょっとの寂しさとかね、苦しみは今あると思います。いや、ちょっとじゃないかもしれません。本当にね、身を焼くような辛さ、苦しさがあると思います。これから私たちは見たくもないものを次々と見ることになると思います。自殺者もものすごく増えると思います。その情報は私たちを襲うでしょう。そして打ち倒してやる気をね、失わせるかもしれません。それでも次の一歩を私たちはね、踏み出さなければならないんですよ。私たちが次の一歩を踏み出すということは、ひいてはですね、私たちの次の世代が足を踏み出すための礎を作ることでもあるんですよ。私たちが諦めて歩みを止めてしまえば、次の世代も足がかりがなくなってしまいますからね。ですから、幾多の悲しみとか屍を乗り越えて、私たちは新時代のビジネスなりライフスタイルってものを構築しなければならないのかなと思います。いや、本当にね、なんかね、辛いですけどね、いろいろと私のところにもいろいろと聞かされますからね。で、お金があれば確かにやってはいけるんでしょう。でも今回そのお金がないですから、どうするんですかってことが突き詰められるわけですよ。いや、ほんと辛いですね。まあ、吉谷さんと同じように、私もこういう状態が起きる前からこういう状態なんで、私の暮らしはあんまり変わんないですね。皮肉なことに、一生懸命働いて実体経済を動かしていた方が窮地に追い込まれて、どちらかというとね、ポワーッと過ごしている私のような存在がね、これからの時代の礎を作るのかなと思うと、ちょっと皮肉な気がしますし、頑張った人が報われるようなね、美しさが残ってほしいなと思うんですよ。まあ私なんて本当にね、そういう方に比べたら頑張ってても何でもないんで、ただ自分の心の赴くままにやって、人の話など聞かずに、世間の風潮などを無視してですね、自分の思い通りのことしかやってこなかった結果がこれですから。でもね、多くの人と協調性を取りながら、たくさんのね、悔しさ、噛み締めて、歯を食いしばって一歩一歩進んできた方が、こんなね、悲惨な状況に追い込まれていくっていうのは、本当に理不尽を感じざるを得ないです。私が変なことをね、こんな陰気の立場から言いますけども、なんかでもね、本当にひどいなと思うんですよ。でも、そのいわゆる感染病ですか、ああいったのって理不尽ですよね。私たちの気持ちなど考えずに、誰彼を選ばずに、いつの間にかこの体内に食い込んでくるわけじゃないですか。そこにはですね、偉い人も偉くない人も、金持ちも金持ちじゃない人もないんですよね。平等に私たちはその感染症の脅威にさらされてですね、みんなが苦しい思いをしていると。で、みんなが苦しい思いをするんだけども、その中で次の一歩を踏み出す人と、苦しさに倒れてしまう人とか結局いるのかなと思うのは、
時代が繰り返しても、状況がね、多少変わっても同じような部分あるのかなと思わざるを得ないですね。今回はね、何でしょうね、なんかよくわかんない動画になりました。いってらっしゃい。